はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、まあ、先日コメントでいただいた東住霊宗和尚という方のお話をしようかなと思います。あまりこう知られている方ではないかなと、一般には知られている方ではないかなと、思いますけども、まあ過去のお話の中で首里判読という人のお話をちょっとしたことがあります。非常にこう物覚えが悪くてですね、こう周りがですね、もうこう苦労したというんで、まあもうやめようかと、まあ言うと、もうこうメソメソしてたと。でその時にこうそのお釈迦様がその前を通ってですね、どういうことだと聞いたら、自分はこう何の能力もないと、だから悟りも開けそうにありませんし、もうやめるしかないのかみたいなことを言われた。そしたらお釈迦様はですね、だったら自分の身の回りをまあきれいにしなさいと言って、まあほうきを与えた。まあ一説に言うと、まあきれいであったとかいう話もありますけど、まあそれでまあ首里判読は身の回りのものを一生懸命こうまあお掃除したと。でそのうちに、このお掃除というものは自分の心と一緒だと、心っていうのは常にこう吐き読めていなければ汚れてしまうということに気がつき、そしてまあ悟りを開くことができた、まあ、こういう話なんですけど、この東住霊宗和尚というのもまさに禅宗におけるその首里判読のような人であったかなというふうに思います。私のようにやっぱり能力のないものはですね、まあこういう方がいらっしゃったことに、こう希望とか夢とかいうのを持つんですけども、そういう方です。愛知県の生まれてですね、まあ、元来というか、まあ、幼少期より物覚えが悪いということで、まあ、お寺に入るんですがお経が覚えられない。この方がついたのは開眼和尚という方で、まあ、西宝寺、まあ、京都の苔寺という寺ですね、 寺の住職のもとに、まあ、こう弟子入りしまして、まあ、それで一生懸命こうお師匠さんはですね、こうお経を教えた、一生懸命教えんだけどいつ全然覚えられないと、まあ、こういうことだった。そんな中ですね、やはりですね、まあ、こう開眼和尚もですね、まあ、こう一生懸命こう教えたんですけど、まあ、ある時やはりこう腹を立ててしまってですね、踏み付け、というのをですね、この、あまりに覚えられないということで、その東住さんにですね投げつけた。そしたらそれがこう頭に当たってですね、こう、こう額が割れてしまったっていうか、頭が割れてしまった。で、まあ、こう血だらけになったって、まあ、そういう話が残っています。で、まあ、その時にこう血だらけになってですね、着ているものが全部真っ赤に染まったなんて、それぐらい、こう結構、大変な怪我をしたそうですけど、まあ、それはですね、生涯、その傷はですね、こう消えることはなかったなんていう話も残っています。で、時代的にはですね、明治の初め、です。ですから、廃仏毀釈と。いうのがこう起きた時代ですが、この時代ですね、多くの僧がですね、原俗、まあ、要するにこう一般社会の社会人になってですね、坊さんを辞めてしまったということが多くあったんですけども、この方はですね、寺は破壊されてもですね、仏法は破壊できませんと、僧がダメなら髪の毛を伸ばしても自分は修行を続けます、愚鈍な私にできるのはただそれだけですと、まあ、こういうことを言われたということです。でその後、まあこう、イブカの証言では、まあ、何度もお名前を言ってますけども、まあ、こう我々臨済宗門のです、ね、非常に厳しい修行道場、そこに入門します。でそこにおられたのはですね、これも以前にお話しましたけれども、大竜和尚という方です。まあ、要するにこの明治の時にですね、まあこう国家試験のようなものがですね、宗教人に果たされて、その時に全てこう、まあ、こうその、口頭面接というかね、で全てそれは存じませんと、まあ、答え続けたと、まあ、こういう方です。この方のもとに、まあこうまあ、入門したということです。まあ、まさにですね、この弟子にしてこの師匠ありという感じですね、まあ、まさにこのぴったりのお師匠さんだったのかなというふうに思います。で、まあ、こう修行に入られてもですね、やはりこうなかなか他のものと同じようにはできない。で自分は無学であると、だからもう私にできることは陰徳を積むということしかないということでですね、
まあ、こう他の、まあ、修行僧のですね、下駄とかですね、草履、これを人が見てないところで夜中に補修してまた戻しておいたと、まあ、こんな話も残っています。で、まあ、そういう、まあ、生活を長年続けるんですが、ある時にその京都の開眼和尚からですね、命を受けてですね、こう大寺に入ります。福井県の松平家の菩提寺である大安寺というお寺にの住職になります。本人はですね、それをもうこう行きたくはなかったんですけども、まあ、師匠の命だということで、まあ仕方なく入った。で、まあここでもですね、相変わらずこう質素な生活を続けて、まあ、大根とかを食べてたと、まあ、いうようなことです。で、まあ正眼寺ではですね、まあその後ですね、まあ、もう寺に入ってしまったんで、今度はですね、正眼寺に通算と言って、まあ、通いで行くようになります。で正眼寺ではですね、大隆和尚が亡くなり、その後ですね、大隠和尚という方になっていました。でその大隠和尚のもとに、まあ、こう引き続き、まあ、こう通算をされて、まあ、そこで隠家を得る、隠家を得る、隠家を得るというのは、まあ、悟りを開くと、開いたことを認められたということです。で、まあ、その後ですね、この大隠和尚の後ですね、まあ、その正眼寺にの住職に なられたと、まあ、こういうことです。まさにこう修行僭越の生涯を遂げられたと、まあ、いう方なんですが、大正5年、まあ、こうもうその時はもうだいぶもう体が弱ってたそうなんですけど、病をして、まあ、こう我々宗門の中で一番きついと言われる老髪大接心というのに臨みました。で、まあ、それを終えてですね、4日後、座禅をしたまま、まあ、亡くなられたと、まあ、いうことです。63歳だったそうですけど、まあ、こう愚鈍一筋の一徹の、まあ、禅僧と、まあ、いうことで、まあ、こんな方もいらっしゃったと、まあ、いうことを、まあ、知っていただけたらなというふうに思います。東住霊宗和尚です。本日もどうもありがとうございました。